敗したな。子供？こんな時間に何やってんだ？おい、お前。誰？誰って。ち、とにかくこっちに来い。ガキは家で寝てる時間だろ。友達はどうした？友達なんかいない。いない？そんなことねえだろ。じゃあ家族は？もしかして家出か？おい、しかとしてんじゃねえよ。別に、そっちが勝手に喋ってるだけだろ。口の聞き方には気をつけろよ、ガキ。で、こんなところでガキが何やってるんだ？ガキじゃない。白雪だよ。白雪？君は？は？君？君って俺のことか？それ以外ないと思うけど。ち、今時のガキは。たとえ俺がガキだとしても、こちらから名乗ったのだから、そっちも名乗るのが礼儀だと思うけど。アリス漁師だ。変な名前。悪かったな。ふん、自覚はあるんだね。お前こそ人のこととやかく言える名前じゃねえだろ。女じゃないよな。いって、何？俺は女の子じゃない。わかった。今のは俺が悪かった。漁師は？早速呼び捨てかよ。君をアリスと呼びたくない。俺も呼ばれたくない。なら漁師でいいだろう。漁師でいい。こんなところでぼーっとしてるから自殺でもすんのかと思っちまったじゃねえか。自殺？何のために？知るかよ。けどガキがこんな時間にこんなところで一人でいるなんて普通じゃねえだろ。漁師こそいわゆる不良ってやつなんじゃない？なんでだよ。見た目がまさに不良そのものだし。悪かったな。この髪は生まれつきだ。嫌なの？さあどうだろうな。周りからは染めろ染めろと言われているけどな。で、一度髪を染めたことがあるが、死ぬほど似合わなかった。
そうだね、確かに漁師に黒髪は似合わない。失礼なガキだな。そっちが勝手に言い出したんじゃないか。ねえ、明日もここに来てくれる？あ、なんでまたここに？つうか、また一人で来るつもりか？ああ、来るつもりだ。それ、あれじゃねえの？妖精とか。そんなわけねえだろ、俺は本気で。冗談冗談。でもマジだったら虐待じゃね？だってそうだろ、10時過ぎとかこの辺真っ暗じゃん。都会じゃあるまいし、子供が一人でうろうろしてたら危ないと思うけどな。だよな。マジで嫌がった。お前、何もない湖なんか眺めて楽しいか？別に。それ何？タバコだよ。タバコ？なんだ、見たことねえのかよ。変わってんな。食べるの？食べない。煙を吸うんだよ。似たようなものじゃないか。そうかもな。それで燃やすんだね。そうだ、ライターは知ってんだな。変な匂い。それ美味しいの？いや、むしろまずい。ふん、美味しくもないのに食べるんだ。変わってるね。そうかもな。体には毒だと言われるが、これが好きだというやつが世の中にはいっぱいいる。それ毒なんだ。ああそうだ、だからガキは真似するなよ。ガキは飴でも食ってろ。いらない。おい、気のなってねえガキだな。ガキじゃない。こっちのがうまいな。汚くないの？じかに地面に落ちたわけじゃねえから大丈夫だろ。やっぱり欲しいかも。素直じゃねえな。ほらよ。食べねえのか？食べない。
変なやつ。また来た。お前こそ、またいたな。なあ、お前いつもここで何してんだ？いつからいるんだ？吸わないの？子供の前で吸うもんじゃねえと思ってな。ガキじゃない。悪かったな。別に、吸いたければ吸えばいいんじゃない？いや、煙とか嫌だろ。別に平気。まあ、いっか。ここは穏やかでいいよな。人がいなくて静かで、空気も澄んでるし。今、漁師が空気を汚してるけどね。嫌なら消すぞ。いや、いい。別に嫌じゃないから。やっぱり、お前変わってるな。漁師ほどじゃないよ。だろうな。漁師は、なんでそんな派手な見た目なの？前にも言っただろ。これは生まれつきなんだよ。お前は、俺が怖いか？怖くない。雪みたいで、とても綺麗だ。雪か。お前とお揃いだな。お揃い？まあ、この容姿のせいで、いろいろ苦労することも多いけど、これは俺の個性だからな。お前みたいに綺麗だと言ってくれる奴がいてくれて、だいぶ救われてるよ。お前、ちょっと腕見せてみろ。何？怪我してるぞ。ああ、本当だ。血が出てる。木で引っかいたのかな。どうしたの？いや、顔が真っ青だけど。絆創膏、コンビニで売ってるよな。買ってくる。いいよ、これくらい。舐めとけば。バカ、汚いだろ。バイキンが入ったらどうするんだ。せめてこれで洗い流しとけ。ちょっと切っただけなのに、大げさだよ。大げさなくらいでいいんだよ。破傷風とかになったら大変だろう。とりあえず、これでいいな。帰ったらちゃんと手当てしろよ。もしかして、漁師は血が苦手なの？図星なんだ。ああ、そうだよ。こんな見た目なのに。見た目は関係ねえだろ。苦手なもんは苦手なんだよ。
やっぱり漁師は変わってる。なあ、特定の相手の気を引くためにできることって何がある？は？特定の相手の。いや、それは分かってる。急にどうした？今気になってる奴がいるんだが、そいつがどうにも釣れなくてな。大変だ。あ？漁師様に好きな女ができたぞ！マジで？ちげえよバカ。あ、いた。この前話してたガキのことだよ。あ、そうなんだ。なんだ。てか、あれからも会いに行ってるんだな。まあな。女の子だっけ？なんでそんな気になるわけ？どこの家のガキかもわからないんだよな。男だよ。なんでって言われてもな。漁師って下に兄弟いたっけ？妹が一人。うっそ、マジで？いくつ？女子高生？小学生だよ。うーわ、対象外。写真とかないの？ない。てか、お前ら。漁師くん、話してる途中にごめんね。この本ありがとう。楽しかったよ。ああ、ならよかった。また何か貸してくれると嬉しいな。本か。